新主皇、果たし皇とは、日本古代の五世紀後半頃の皇族、都来系氏族の帝神と伝えられている。日本初期巻第14によれば、有略天皇が木工の統計を他に命じて、老格を作らせた。おたは老に登って、四方に飛ぶように失踪した。これを見ていた伊勢のうねめが、その速さに驚き、線をひっくり返してしまった。 天皇はこれを見て、おたがその運めを犯したのだと疑い、物のべの手に渡して処刑しようとしたとき、酒香がことを弾いて、歌を歌い、おたの無実を天皇に悟らしめた。また、旗の民が分散して、真、蓮などの姓を持つ諸子のもとに置かれ、おのの一族の欲しいままに、駆けるしされている状況を嘆いて、旗蔵氏は天皇に訴えた。 天皇はこれを集めて酒孔に賜った。酒孔は、この百八十首相を率いて伊佐を、蝶の絹や蚊取を献上し、その絹、蚊取が朝廷に渦高く積まれたので、渦政の姓を賜ったという話がある。この話は、新先生資録や古豪周囲にも見え、新先生資録には、さらに大倉の長官になった、と伝えられている。ありがとうございます。